皆さんこんにちは。中学社会の地理、タイトルはさまざまな地域区分というものでやっていきます。はい、解説していきます。よろしくお願いします。まずです、この現在の7地方区分というのがあります。これちょっと地図見てほしいんですが、中部地方とか、と関東地方とか、そういった地方区分ですね。でこれ、一般的ではないでしょうかね。よく耳にするものです。近畿地方、四国地方、九州地方、東北地方、北海道地方というふうに、あります。こういった7区分法が現在使われているんですが、江戸時代より前ですね、これ五鬼七度という区分がありました。どんなものかというと、こんな感じの、さっきとはちょっと印象が違うんではないでしょうか。しかし、まあ名前が聞いてくることある人はいるかもしれません。例えば、東海道とか北陸道とかですね、それから、東山道、南海道、西海道、山陰道、山陽道という、まあ、7つの道があり、さらに、今の近畿地方を中心に、近畿の畿の字を、使って五畿と言われるものですね。これは山と山城、河内、摂津、泉という5つです。これを、まあ、5つの、まあ、畿内というね、言い方、畿内というのは何かというと、王のいる場所という意味だそうです。特に、まあ、そのこの地域には、天皇が都を変えたとしても大体このエリアだったというところから、重要な5つの地域、五畿といい、さらにその周辺には七度、道というので、今はこう道っていうのは一本のラインというイメージがあるかもしれませんが、当時としては一つの道があれば、その周辺を、一つのエリアとして大きな括りで考えたということなんでしょうね。はい。で、一般的に言う行政区画という、そのこの地域をもとに、なんかこういろんな政治とかそういったことにつなげていきますよっていうことが、まあこの旧現で五鬼七道と7地方区分っていうのであるんですが、日本全国を区分するときはこれだけじゃないんですね。さまざまなことで、区分されているんだというところをちょっと見ていきます。その他の区分法ですが、まずうどんのだし、まあ、皆さんね、有名かもしれないので、知っているかもしれませんが、うどんのだしは関東と関西で味が違うと。関西は、まあ、薄味なんだけども、まあ、関東は、濃い味が好きだというところですね。まあこれについては例えばカップうどんでも、同じカップうどん、同じメーカーの同じカップうどんでも味を変えているんだということが、まあ、知られていますね。こうやって書いてあるんですが、西日本と東日本では、西にこの W の文字があり、東に E の文字があると。これはウエストとイーストで、カップラーメンも分けているんだよということですね。いや、実際にですね、これ本当に東京と多分、大阪っていうのを比べると、まあ、間違いなくこれ違うなっていう感じですが、その中間地点はどうなってんだろうっていうのね、私も気になってたんですが、かつてタモリさんの番組で、東海道新幹線を一駅一駅降りて、そこの駅の中にある立ち食いうどん屋さんからスープをもらい、ペットボトルに入れて、全て比較するというのをやっていました。
いやこれ地味な作業ですが本当に面白いなと思って、でこれを全部並べてみるとやっぱりちょっとずつ薄くなっているということが分かったようですね。特にガクンと薄くなったのは岐阜羽島という駅で、岐阜あたりから急激に、まあ、なんか関西色になっていくんだということですね。あ、これはもうあの私の中ではすごいなと思いました。それから、あ、そうですね。で、ちょっと一つ見てみるのは、さっきのところでですね、北海道は関西なんですね。まあ、これなんでだろうって思った人がいれば、まあ、ちょっと調べてみてほしいなというふうに思います。次、スポーツ予選ですが、こちらですね、サッカーの予選の地図が載ってますね。で、これ四国地方とか中国地方とか関東地方とか、まあ、聞き慣れた言葉がたくさん載ってるから、あれさっきの七区分法とちょっと同じじゃないのかなって思った人もいるかもしれませんが、例えばですね、東海地区というのがあってね、東海地方という言い方がありますが、さっきのは、中部地方というふうにして、なってたんですね。この北の方まで全て一緒に、なっていくと。こちらですね。中部地方というのはこういうふうな感じになってたと。しかし、東海と、それから、北信越地区という形で2つに分けてるんですね。じゃあ一体これなんでなんだろうと。サッカーであるということと、まあ、このことが一体どういう関係なんだっていうのは、まあ、必ず理由があるので、こういった地方区分についてはこれはなぜこういう形なのかということを考えながら見るということが非常に大事ですね。で、天気予報についても地域によっていろいろ変わってくるということです。私がそうですね、かつて住んでいた三重県、では東海の天気という形で東海地区の天気、東海3県の天気をお送りしますなんていうテレビをやってるんですが、静岡県の知り合いからですね、静岡では東海4県って言ってるんだけどっていうふうに言われて、あ、そうなんだというふうに思いました。地域によってね、どこまでが東海だという認識も違うんですね。で、その辺は一体何なのかと、なんでこういうふうな区分けをしているのかなんていう視点でいろいろこう、考えてみるととても面白いと思います。はい、以上で終わります。